ハッシュタグワークマン女子という新業態を出展し、これから本格的に展開するようですね。ワークマン女子でも男性は買い物が楽しめるわけですね。はい。そもそもプロ向けと一般客向けで売っている商品に違いってあるんですか？実は大きな違いはありません。どうもこんにちは。見て聞くだけでわかる経済ニュース、東洋経済オンライン YouTube チャンネル、リポーターの森岡紗衣です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。今日は男性も入れる新業態ワークマン女子の中身というテーマでお送りします。東洋経済オンラインの記事、ワークマン成長に欠かせない新業態の使命から一部ご紹介します。竹松さん、ワークマンって作業服の専門チェーンですよね。そうですね。1982年に設立された会社で、建設現場や工場、飲食店などで働く職人さんに長く愛用されてきました。しかし2018年頃からアウトドア医療に力を入れ始めていて、一般客を増やしています。メディアでも多く取り上げられています。今は一般客向けの新業態ワークマンプラスの出店を進めています。そしてショッピングモールやロードサイドにハッシュタグワークマン女子という新業態を出店し、これから本格的に展開するようですね。ワークマン女子ということは女性向け業態ということですね。確かにワークマンで職人さんたちに混ざって買い物をするのは女性はちょっと肩身が狭いかもしれません。そうですね。ワークマン女子の女性客の割合というのは約8割だそうですね。新しい店にはですね、ママラクと名付けた試着室とか、子供が遊べる壁掛けパネルとかですね、子連れでもゆっくり試着ができるようにしています。まさに子育て世代がターゲットですね。もともとワークマンの滑りにくい靴っていうのは妊娠した女性の間で人気が出て、一般客に認知されるきっかけの一つになったほどなので、女性客の発信力にも期待しているようですね。でもそうなると逆に男性は入りにくいんじゃないですか？そうですね。新店は実はですね、男女兼用商品というのが約6割、男女専用が各2割なんですね。つまり8割は男性向けなんですよ。これは家族での来店とか、女性客が家族の服もまとめ買いするというニーズも見込んでいるようなんですね。ワークマン女子でも男性は買い物が楽しめるわけですね。はい。ワークマンが新業態を開発するのは、混雑する既存店からお客さんを分散させるということが目的なんですね。一般客をワークマン女子へ吸い上げるということが狙いなので、職人さんなどが入りづらくても問題がありません。実はこれまでの顧客だったプロ客からですね、不満の声が上がり始めていたそうなんですね。首都圏にあるワークマンプラスで作業服を買っていた男性客は、店の雰囲気が変わったと、特に土日は一般客が多く少し入りづらいと話していたそうなんです。なるほど。女性客だけじゃなくて職人さんの居心地の悪さを感じていたんですね。はい。ワークマンによると、一般客はプロ客よりも駐車時間が3倍ほど長いそうなんです。既存店では仕事で急にね、作業服や作業着が必要になったプロ客が駐車場不足でですね、来店できないという事態も起きていたそうなんですね。なので今年12月にはプロ客に特化した新業態ワークマンプロの出店も計画しています。出店に合わせてですね、プロ向けの商品も再強化するようなんですね。そもそもプロ向けと一般客向けで売っている商品に違いってあるんですか？実は大きな違いはありません。プライベートブランドはですね、 PB ですね、従来のワークマンの店でも扱っていて、新業態で最も変わったのは店の雰囲気とか商品のディスプレイなんですね。つまり見せ方だけですね。以前のワークマンでは綿 100%、 綿ポリエステル混合、ポリエステル 100% といった具合に商品を素材ごとに分けて売り場を作っていました。一般客向けのワークマンプラスでは、おおよそ店内の右側を作業服、左側をアウトドアに分けてお客さんが見やすい構成にしています。ワークマン女子の場合はですね、店内をレディース、アウトドア、メンズタウン、スポーツ、4つのエリアに分けて、アイテム別ではなく用途別の売り場構成としていますね。私もワークマン女子行ってみたくなりました。同じ商品を業態や見せ方を変えて売る戦略、とても面白いですね。ここで今日の主なポイントを3つにまとめてみましょう。1、ワークマンの新業態、ハッシュタグワークマン女子では男性向け商品が8割を占めます。2、新業態の狙いは混雑する既存店から一般客を分散させるため。3、プロ業態、
一般客、女性向けで扱う商品は共通しており、陳列や店舗のレイアウトを変えています。ということで今日は男性も入れる新業態ワークマン女子の中身というテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いします。スタッフも全部目を通しております。これらの詳しい記事は東洋経済オンラインで配信しています。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。